U-2 により撮影された台風の目2013年の台風30号の衛星画像台風の目あるいは熱帯低気圧の目とは熱帯低気圧の雲の渦巻きの中心部にできる雲のない空洞部分のことである。台風の目の空洞の外壁となる部分は雲が壁状なし、英語ではアイウォルと呼び、日本語で目の壁あるいは目の壁雲と言われる。 この雲の目の外壁は同時に目を囲む台風のそのものの広大な雲の内壁でもある。転じて、激しく動いている物事の中心にあり、それを引き起こす原因となっている人や物という意味の慣用句としても使用される。台風の内部構造を示した図合目、アイオール、目の壁、レインバンズ、交代国際宇宙ステーションから撮影した。 ハリケーン・イーザベルの目熱帯低気圧の構造図。目の周辺部では上昇気流、目の中心部の上空では下降気流が起きている。熱帯低気圧の目の形状は様々である。発達段階によって、また雲のまとまり方や海水温などの諸条件によって異なってくる。一般的に目の直径は20から2 0 0キロメートル、高さは 約12から1 8トルになる。熱帯低気圧発生から消滅まで、も、三小熱帯低気圧の元となる、積乱雲がまとまって、渦を巻き始める、初期段階では、目はまだできない。北半球では、半時計回り、南半球では時計回りに、雲が渦を巻きさらにまとまってくると、渦の中心に、遠心力がかかり始める。周囲から吹き込む風が、 継続的に中心部に押し寄せる中で遠心力と気圧系努力がほぼ釣り合い風が中心部に入り込めない状態になる。すると行き場を失った風は上昇気流を起こして螺旋状に渦の中心部を上昇する気流を作り出す。熱帯の海洋を起源とする大量の水蒸気を含んだ気流は渦の中心を上昇する中で気圧低下により温度が下がり凝結し、 積乱雲を作る。気流が積乱雲とともに大流圏海面まで達すると気流は滞こり高圧部となる。すると北半球では時計回り、南半球では半時計回りに積乱雲とともに気流が吹き出し始める。航空機から撮影したハリケーンベツィーのアイウォールと青空ら線上の上昇気流は積乱雲の壁を作り、 それより中心に近い部分は気流が侵入できず気流が穏やかで雲がほとんどなく晴れた区域となるこの領域が台風の目であるこの段階になると目は上空から容易かつ明瞭に観察できるようになる熱帯低気圧が発達し最盛期を迎えるまでの期間では中心気圧は急速に下がるが規模はあまり大きくならないため域内の気圧経度が急になり 中心に巻き込む風の吸収成分が大きくなるので目は非常に小さくなることが多い。稀には直径 3km ほどしかない目が観測される場合もある。最盛期を過ぎてからは中心気圧が徐々に上がり始めるとともに勢力範囲も広がり、それに並行して目も拡大する。有名な例は昭和29年台風第12号で 九州に上陸した際の目の直径が 200km に及んだ。しかし、このような巨大な目は熱帯低気圧が衰弱器に入った場合に見られるのが普通で、また衰弱器の目は楕円形になったり、崩れて形や存在が判別しにくくなる。上陸して衰弱が進み、また温帯低気圧化すると目は完全になくなってしまう。目があまりに大きくなると、 アイウォールが崩れて成長が一旦とどこり、内側に新たな目が形成されることもあるが、このような場合は、勢力があまり強くならないことが多い。また、ハリケーン・イザベルなどにおいては、多角形状の目が観測されている。熱帯低気圧の目の下では、風が穏やかで、雨もほとんど降らず、青空が見えることもある。しかし、目の周囲は熱帯低気圧で、 最も風雨が強い部分である。陸上を熱帯低気圧の目が通過した場合、激しい暴風雨の後に穏やかな天候となり、その後激しい暴風雨が吹き返しの風として吹く。穏やかな天候となる前後では、風向きが正反対になる。熱帯低気圧以外でも温帯低気圧の中心に目に似た現象が出現することがある。すなわち、 急速に発達する低気圧などでは中心部の雲が薄くなったりなくなったりして目のようなものができることがある。しかし、その寿命は熱帯低気圧に比べて短い。ありがとうございます。